はい、どうもこんです。ということで今回はこちらの黒タンオーラを紹介したいと思います。こちらのデッキライリーナイトさんのリストなのですが、なんと配信中にダイヤ帯で23勝2敗という数字を叩き出して、かなり話題になっているものですね。まあ、基本的には憎しみの幻霊を中心としたオーラデッキなのですが、新たにスカイクレイブの影やアガディームが入ったことで、かなり強化された印象ですね。特にスカイクレイブが入ったことによって、まあ、脱出カードもあるのですが、メインからしっかりと青黒ローグにも戦うことができるので、まあ、割と今のメタに合っているデッキですね。まあ、基本的にはアグロに有利、ローグに有利という感じで、BO1 におけるトップメタを踏めさえすれば、がっつりと勝てるデッキになっています。まあ、ただしデッキの構成上どうしてもコントロールやランプにはガンフリになっているので、まあ、ラダーにおいては当たり運も割と重要になってくるかなと思います。はい、ということで実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手、まあ、幻霊と、ぬかるみがあるので、まあ、割といいハンドかなと。さあ相手はおそらく、まあ、赤タンかグルールですね。まあ、一旦これアガディーム置いていくかもしくは沼から入るかですが、まあ、幻霊を除去られるリスクはありますが、1、2、3と動いていきたいので、まあ一旦ここは先に出しておいてもいいかなと。さあ上陸達成。まあ基本的にアドバンテージを取れるかどうかというだけなので、対赤タンにおいては先に出しておいてもいいかなという感じですね。さあここは3点クロック。ただ止まってきているので、まあ、ショックを持っている可能性はありますね。まあ、一旦捕獲いきますか。さあここでこれ通っていく。ということはおそらくですがリムロックを持っている感じですね。これでショックはないかなと。まあ、ショック持ってたら、はい、これは多分トップですね。まあ、ショックを持っていたらさっきのターンに確定で打っているはずなので、はい、まあ、リムロックを構えていた感じですね。さてということで、まあ、ここはティマレットいきますか。もしくはトリトンプラス血の乾きですが、まあ、血の乾きは、3マナ息4マナ息のクリーチャーに対して取っておきたいということもあるので、さあとりあえずトークンを出していく。まあ、相手が除去を持っていなければ、相手の勇者も止まっていきますね。さて、まあ、2枚目の幻霊を引けているので、何かしらのエンチャント除去を引けると、だいぶいいですが、さあ、ここはナックス。お、それはでかい。さあ、これ捕獲が引けたので、幻霊からの捕獲で、かなり、綺麗に対処していくことができますね。さあナックスも除去っていくからのワンドロー。うん、まあボルトインはさすがにしなくて良さそうですね。まあさっきも言った通り、まあトーブランだったりアナックスに対して乾きは取っておきたいかなと。さあここはどうしてくるか。もう一枚ぐらいね、なんかエンチャント除去が欲しい感じではありますが、さあここは2体目のアナックス。うん、おこれどっちも欲しいですね。まあエンチャント除去で即ドローはできるので、これはトップトップでいいかなと。で一旦知能差の乾きをアナックスに打っていく形ですね。さあ土地を置いて乾きをキッカーコストを支払ってアナックスに打っていく。うん、でこれはもう遠くに1体だけ残すかな。フルパンでも正直いいですが、まあ、1体残しておいた方が相手の選択肢が広がるので、まあミスを誘いやすいですね。トークンを除去するために、まあ、何かしらを使ってくれるとだいぶありがたいかなと。さあここは威嚇者。うん、
マナを全部使ってくれるとモーギスで倒していけますが、さあここはフルタップしていく。これはだいぶやりやすいですね。さあモーギスを威嚇者につけてワンドロー。幻霊が残るとね、ほんとかなり強いですよね。さてランクル行ってもいいですが、ここはもう、あ待てよ、勇者の方を除去りますか。勇者にもう一回モーギスの行為を脱出でキャストで、さらにワンドローお、いいですねまあさすがにここで投了と。 OK、 さあやっていきます。こちら先手、まあエンチャントはないですが、キープは、していってもいいかなと。まあ1枚ぐらいね、エンチャント除去を引けるとだいぶ締まるハンドではありますが、まあ1ターン目幻霊は出さない方が良さそうですね。これはまあややゆったりめでいく感じでいいかなと。ラクドスか。ラクドスだったらまあアフィミアを先に出しますかね。クロクサを出してきた場合は、スカイクレイブの影を捨てていきたいかなと。ただおお、踏みつけから入っていく。うん、まあ出しますか。まあ踏みつけ1回使っているので、ここはもう出していって OK ですね。まあ手札にルールスもあるということで、除けられたとしても即、盤面に復帰させることができますね。さあここは知能差の渇きで幻霊を除去っていく。うん、これはまだいぶテンポ的によろしいかなと。ああ除去も持ってる。踏みつけ2枚目持ってそうですねこれ。うーん、まあとはいえルールス出していきますか。ルールスプラス、まあ墓地から幻霊をキャストで、さらに踏みつけ、ああなるほどね、踏みつけではなかった、切り裂かれた方が、まあ、メインに入ってるタイプと。今どうなんですかね、あんまり BO1 だとそんなに使わない気もしますが。さあ小道から4マナ目。おー、リリアナでルールスを除去っていく感じですかね。まあまあ一対一交換であれば。お、なるほど。まあ打点的にはちょっと損をしますが、これ幻霊につけていきますかね。幻霊につけて本体とリリアナ。まあこれ幻霊が死んでも、ドローはできるのでつけておいて OK かなと。アガディームは、まあ、このターンは持っておいてもいいですね。まあクロクサが来るとねちょっと恨みがはい、まあ、恨みがあるんですが、一応そのスカイクレーブの影の誘発のために取っておいた感じですね。さあここは巨人を出していく。うーん、なるほど。アタックアタック、まあ上だけアタックでもいいんですが、これで相手おそらく、次のターンクロクサ脱出から入ってくると思うので、まあそこにハグラを使っていきたいですね。クロクサクロクサと来られるとちょっとしんどくなりますが、さあここ脱出させていく。まあスタックでクロクサ除去ですね。これで相手はまあ4マナを使いつつ、まあ何もほぼしていないターンということで、だいぶテンポは取っていけるかなと。ここで踏みつけ、はい。さあ4点クロックが刺さっていく。なんだかんだこれ、まあ、毎ターン4点ドレインなんでだいぶでかいですね。あとはこいつが、まあ、除去られなければ、相手結構もう除去は使っているんでそこまで可能性は高くはないとは思いますが、トリトンから巨人、
これはまあ一旦ドロー。なるほど、まあ、トリトン除去ってとりあえずドロー。なるほど、まあサイコスの巨人は残しておいていいかなと。さあ除去を引いたかどうか。まあ一般的なリストであれば、知能差の乾きぐらいですかね。さあ盤面的には除去るしかない。ここで投了と。 OK、 さあやっていきます。こちら後手、相手はルールスデッキ。まあ、キープはしてもいいかなと。赤。サイクリングか。サイクリングだとこのハンドどうだろうな。ちょっと、まあ、クロックを引いていきたいですね。一旦、まあ、アフィミアを出していきますか。まあ、BO3 だとね、サイクリング、まあ、ほぼ見ないと思うんですけど。BO1 だと、まあ、ティア1に近いデッキではありますね。さあ、ここはサイクリングを進めていく。救出者。はい。これは幻霊が刺さっていきますね。さあ、とりあえず2点入れて、幻霊からの、捕獲か、死の重みかですが、まあ、基本的に再利用はしなさそうなハンドなので、ここはどちらでもいいかなと。さあ除去ってワンだろうからアフィミアでトークンまで出していく。さあこれでクロックは展開することができますが、2体目。はい、ああなるほど。まあ捕獲からいきますか。救出者はさすがに残せないので、さあスタックでまあおそらくサイクリングして、はい、トークンを出していく。これトークンまで除去りそうですね。とりあえずワンドロー。まあトリトンよりも除去って、まあ、アタックを通していきたい盤面かなと。さあフルパンから残り13から、遠くまで出していく。これ結構幻霊が大事になりそうな試合ですね。まあ、相手はおそらく、4マナインスタントで即試合を決めてきたい感じかなと思うので、なるほど。これトークンまで殴りそうですね。相手キツネでブロックしてくれた場合は、まあルールスからの捕獲でキツネも除けることができますね。はい、ブロックしてくる。さあ残り9点からルールスプラス捕獲、まあ、盤面的にはだいぶすっきりはしましたが、まあ展開したいですね。あとは、まあ、先行をどれだけケアできるか。12枚。連打されても大丈夫なように、試合を進めないといけないですね。まあ、一応手札に、悪魔の抱擁があるので、3、4、5、6、7、7点ゲインできて、まあ、トリトンまで含めると9点ゲイン。2連打でも、まあ、一応大丈夫な状況ではあるか。まあ幻霊に抱擁をつけていきますかね。まあ、明らかにこれ相手先行を構えていますが、はい、ここはついていく。さあフルパンしていきますが、8、9、10点。はい、12点を本体に打っていく。ただこれだと、まあ、先行もう一発来ても大丈夫なので、だいぶ有利な
展開にはなったかなと。さあティマレットでさらにクリーチャーを追加していく。うん、まあエンチャントは落ちず、まあ大丈夫そうな。はい、ここで投了と。 OK、 良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それではまたね。